五宿駅は、千葉県泉郡温宿町須賀にある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。長者町駅から東駅までは、単線区間、東駅から勝浦駅までは、複線区間となる。ホーム島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。駅舎とホームは、湖線橋で連絡している。木造平屋建ての駅舎が建てられていて、 現在は改装され塗装が新しくなっている。また、駅名の部分が月の砂漠をあしらったものに変更されている。ホーム中央の千葉寄りには、天野像が置かれている。勝浦駅管理の JR 東日本、ステーションサービスによる業務委託駅であり、緑の窓口、自動券売機一台、簡易イカ改札機が設置されている。駅係員が不在の時間帯があるため、 乗車駅証明書発行機も設置されている。2012年9月までは、窓口は20時まで営業しており、その後も終電まで係員が、修札、生産業務をしていた。現在、9時20分までと16時10分以降は、無人となり、自動券売機も使用できないため、出場時に、スイカのチャージ不足の際には生産する方法がない。 2010年2月10日より、外防線、PRC 型自動放送が導入された。2020年度の1日平均乗車人員は326人で、ある。JR 東日本及び、千葉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。特急、我が塩の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。